お疲れ様です今回の創価学会公明党ニュースなんですけども、まあ、この動画をねまたたまたま発見しました365日飲む主婦さんの YouTube チャンネルですね、えー、創価学会の大幹部である淡田進さんが公明党に対し、えー、対決宣言ということですまあこのニュース自体は私もね何度もお伝えしてきたと思いますし 淡田進さんって方がね、公明党の大幹部っていう風な冠ってのが、あちこちで見られるんで、そうかなと思ったんですよ。で、今回、この365日飲む主婦さんの動画でもですね、まあ大ニュースです。創価学会の大幹部、淡田進さんが、公明党代表、山口夏夫を解任と書いてますから、まあそれだけのね、影響力がある人なのかなと、私は単純に思ったんですけども、ここまで来てね、そうではないよと。 粟スムさんってのは誰なのと大幹部でも何でもないよっていう声も結構聞かれるんですよねで実際粟すむさんに関しましてはあ、まあ、重鎮と評価する人もいればねなんか住人並みの人だよと要するにまあ単なる、うん、人だよと単なる叫んだ人だよっていう方もいて、まあ、評価様々なんですよね。 で、えー、と外部にいる私としては、あ淡田進さんという方だけがね、ああいう発信をしているように見えましたんであ、まあまあ、名前の通った人なのかなと、単純に思ってましたけども、ここに来てね、そうじゃないかもしれないなという気持ちにもなってきました。で、この辺に関しましてね、あのまあ、詳しい方がいたら教えてくださいって話になるんですけども、ただね、 いろんな評価をする人がいて、詳しいと自称される方が、いや、淡田進さんすごい人なんだよって言えばね、あ、そうなのかって思うところもありますし、いや、私の方が詳しいですよと。淡田進さんは大したことないですよっていうふうな声もあったりとかして、結局判断つかないんですよね。まあ、判断はつかないんですけども、結局この淡田進さんを中心としてね、公明党の方が、 あ公明党じゃないよ。あの総会学会の方がね、ややこしいですね。総会学会の方が今の公明党に疑問を持ってると、まあそういう風な方がいるのは事実だと思うんですよ。で、いや今のままの公明党でいいんじゃないのっていう方もいると思うんですよね。このあたり、まあ、いかにね統一した見解を出さねばならない宗教組織総会学会とは言っても、個人的な気持ちっていうのはねバラんバラんなんだなと思います。まあ、通常ねやっぱこう。 創価学会という大きな組織にいて、同じ教育を受けてるわけですから、違う環境にいても、同じ意識統一されるべきなんじゃないかなと思うんですけども、まあそこはね、人間の集まった組織ですから、神様でも仏様でも何でもないわけですから、創価学会というふうな一括りの中にも、うん、いろんな意見があってね、散々語語してるところなんだろうなと思います。まあいわゆるね、暴れ馬なんですよね。うん。まあ暴れ馬って言ってもね、みんながみんな暴れてるわけじゃないんですけども、 自分なりの表現を慎まない方もいらっしゃったりとか、自分だけが正しいと思う方もいらっしゃったりとかね。そうでなくて、控えめに多くの人の動向を見てる方がいらっしゃったりとかして、やっぱり個性様々なんですよね。うん。だから、総価学会のメンバーさん、会員さんっていうんですかね。会員さんは、本当は一人一人が総価学会全部を代表してるって意識じゃないといけないんですけども、いやいや、自分の考えが池田大作さんの思いを、 まさに繁栄してるんだみたいな感じでまあ派閥ってのが生まれるんでしょうねおそらく総科学会の中にも人気の会員さんとかねそれから重鎮と指名される人もいたりとかね肩書きの他にですよ、うん、やっぱりこう人気っていうのはあるんでしょうねでススムさんがどのぐらいの人気度なのかは私からもう評価できませんけどもただ一部ね翼の塔の背景で写ってる画像もあったんでススムさん結構あっちこっちで 活動されている方なのかなと思いますねで、そういう風な表現が多ければファンの方が増える可能性も高いですから結果まあ創価学会の中でも名前が売れてる人大幹部っていう風な評価を受けることはあるのかなと思います今のところそのぐらいですかねはいそれでは今回もね365日の主婦さんのこの該当の動画ね19秒しかありませんけどもこちらの方概要欄に一応貼っときますので えー、各自でご確認させていただければと思います。まあそんなとこですかね。はい。じゃあまたよろしくお願いします。